マキシム・イゴーレビチ・ザボジンは、ロシア出身、アメリカ、ハンガリーの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ホフマン・ノーラ、モーガン・マシューズ。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスハンガリー代表。2005年世界ジュニア選手権優勝。ロシアのモスクワに生まれる。両親は、旧ソビエト連邦のアイスダンス代表であったエレーナ・ガラニナとイーゴル・ザボジン。4歳の時にスケートを始めるが、両親がプロのアイスダンサーとして各国を回る活動を続けたために7歳の時にスケートをやめ社交ダンスの世界へ入る。13歳の時に再びスケートの道へ進んだ。ステファニー・エリスとのカップルを経て2001年にモーガン・マシューズとカップルを結成。2002から2003シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした。翌2003から2004シーズンには JGP クロアチア杯で初優勝を飾り、初進出の JGP ファイナル及び世界ジュニア選手権で3位となり、頭角を現した。翌2004から2005シーズンは JGP ファイナルと世界ジュニア選手権で優勝し、ジュニアタイトルを総なめする。2005から2006シーズンからシニアクラスに完全転向し、グランプリシリーズに参戦を果たした。また、2005年末にはアメリカ市民権を取得し2006年、トリノオリンピックを目指すが全米選手権で4位に止まり、トリノオリンピック代表には選出されなかった。4大陸選手権で2位となるが、初出場となる世界選手権では16位に終わる。2006から2007シーズン終了後、マシューズとのカップルを解消。2008年にハンガリーのホフマン・ノーラとカップルを結成。ハンガリー所属として2009年欧州選手権に出場したが、オリジナルダンス終了後に棄権。翌年のバンクーバーオリンピック出場枠がかかった世界選手権への出場も見送った。2009から2010シーズンは、前シーズンの実績が足りないためグランプリシリーズへの招待がなく、その他の国際競技会への出場が続いた。獲得できなかったオリンピック出場枠を最終予選会であるネーベルホルン杯で7位に入り獲得したことを皮切りに以降の競技会では優勝を重ねた。欧州選手権で10位の成績を上げた直後の2010年1月25日にはオリンピック出場要件となるハンガリー市民権を認められた。2010から2011シーズン、ロステレコム杯でグランプリシリーズで初のメダルを獲得。初出場のグランプリファイナルでは6位だった。欧州選手権ではミスが続き8位。3月30日、ホフマンが病気のために入院をし、世界選手権は欠場した。その後、試合に復帰することはなく、現役を引退。地元のモスクワでコーチに転身した。http://www.mokensz.f/jeztanac/hirek/1001irek/1008@elbagaterazoartahoffman ビテグセゴット栄光サリアスゾーベトセグ競技者はザボジン組のみ。ありがとうございます。